アブロ・シャクルトン退役後、スワルテコップ空軍基地に展示されている、南アフリカ空軍のアブロ・シャクルトンマーク3、ソフ1721アブロ・シャクルトンは、アブロ社がアブロ・リンカーン爆撃機に新しい胴体を取り付けて開発し、イギリス空軍により使用された長距離洋上哨戒機である。もともとは主に対戦線と洋上哨戒機として、後に早期警戒感正機。 捜索救難やその他の任務が追加されて1951年から1990年まで使用され、南アフリカ空軍でも1957年から1984年までの期間使用された。機体名称は極地探検家のアーネスト・シャクルトンにちなんで命名された。A 空軍空軍沿岸航空軍団第269飛行隊のシャクルトンミスター1。 シャクルトンの二重反転プロペラシャクルトンはロイ・チャドウィックによりアブロタイプ696として開発された。この機体はアブロ・リンカーンを元にしており、リンカーン自体はチャドウィックの初期の設計作であり、その当時はアスダブリュとして使用されていた第二次世界大戦時の成功作であるアブロ・ランカスター重爆撃機から派生した機体であった。シャクルトンとなる機体の設計は リンカーンの主翼と硬着装置に新しい胴体を結合させるというものであり、開発期間中は当初リンカーン ASR-3 と呼ばれていた。ロールスロイスグリフォンエンジンで直径13フィートの二重反転プロペラを駆動し、特徴のあるエンジン音に加え操縦士が聴覚障害を引き起こすほどの高周波音を発生した。 ミスター1の初飛行が1949年3月9日にアブロ社の主任テストパイロットの JH オーレルの操縦で行われた。アスダブリュー任務でシャクルトーンは、その部位、電子支援手段、アターリカスと短期間信頼性の低い磁気探知機を携行した。武装は爆弾9発、または3発の航空魚雷か爆雷と 20mm 機関砲を搭載していた。ミスター2は、 運用からのフィードバックにより改良された方で、熱心な愛好家からは、シャクルトンの決定版だと考えられている。全周囲への索敵とバードストライクの危険を最小限に抑えるために、レドームは、機種から、胴体仮面へ移設され、機種と機微の双方が延長された。尾翼は、再設計され、膠着装置は強化された。ミスターさんは、 搭乗員からの要請に応じて改め設計されたもう一つの型であった。首車輪式降着装置が導入され、胴体は全般的に拡大され、改良型のエルロンと翼端造装が取り付けられた。15時間に及ぶ飛行を行う搭乗員の士気を高めるために車音性を向上させ、専用のギャレーと仮運用スペースが設けられた。これらの改良により、英空軍のミスターンは、 離陸重量が3万ポンド以上に増加し、離陸するためには補助動力としてアームストロングシドレーバイパーマーク203ターボジェットエンジンの使用が不可欠となった。この特殊な型は機体に負荷がかかり、A 空軍のミスター3はミスター2よりも早く退役せざるを得ないほど極端に飛行寿命が減じられた。南アフリカ共和国への武器金輸のおかげで、 南アフリカ空軍のミスターさんには、この改良策が施されず、南アフリカ独自の改良が続けられた。合計で185機のシャクルトンが1951年から1958年に生産され、飛行可能な1機を含める約12機が未だ完全な状態にあると信じられているが、飛行可能な機体は操縦資格を持つ搭乗員がおらず飛行できない。 1973年から1991年まで A 空軍第8飛行隊がシャクルトンエニを運用第一線に配備されたミスター1は1951年4月に空軍沿岸航空軍団に配備されスウェズ機器で運用が開始されたすべての方がクリフォンエンジンを搭載していたことにより燃料と潤滑油の高い消費率騒音 繊細さによる高い整備負荷に悩まされた。1961年にミスター2のエンジンは400飛行時間ごとにエンジンヘッドのオーバーホールとシリンダーヘッドからスパークプラグを外して点検することが必要とされた。6機編成の1飛行体で毎日のようにエンジン交換が行われることは珍しいことではなかった。機体の型の変更時期の度に エンジン乾燥の計画が持ち上がったが、有力候補のネイピアノーマットに乾燥されることはなかった。1960年代初めにシャクルトンの代替機の要求が初めて上がった。1969年に放ー足ドレーニムロットが登場すると、ほとんどの任務でシャクルトンはお役御免となったが、1972年までは主力 SAR 機として第一線に止まった。 シャクルトンを退役させるという意図は、フェアリーガネットの退役に伴う北海と北、大西洋での絵紹介任務の必要性から実現しなかった。暫定的な装置として、既存のアン・ APS-20 レーダーを搭載したマーク2の絵2が1972年から収益したため新しい設計の機体は1970年代遅くまで必要とされなかった。 ニムロット A の代替計画が長期化し、最終的に A 空軍がニムロット A を諦め1991年に E-3 セントリーを導入するまでシャクルトンの後継機は登場しなかった。唯一の飛行可能な南アフリカ空軍の1722機1953年に4機の A 空軍のミスター2を評価した後で南アフリカ空軍は 洋上紹介任務用にショートサンダーランドの代替として8機のシャクルトンを発注した。南アフリカの環境に適応するようにいくつかの改善が要求され、この機体がミスター3となった。これらの機体には1716から1723の登録記号を付与され、南ア空軍第35飛行隊で1984年9月まで洋上紹介任務についていた。 機体の中には冗談のネタにされるものもあったが、シャクルトンは密集編隊で飛行する10万個のリベットと表された。英空軍第42飛行隊のシャクルトンミスターに、マンチェスター産業科学博物館に展示されている。シャクルトン A2 シャクルトンミスター1英空軍向けの最初の量産型。急称シャクルトングレーン1と解消。29機製造。 シャクルトンミスター1エグリフォン 57A エンジン搭載型。機種化のレドーム装備。1951年4月から収益。47機製造。シャクルトンミスター2機種を延長し、レドームを胴体仮面に移設した型。60機製造され、他に21機も製造されたが、ミスター3になった。 シャクルトンミスター 2C シ,シャクルトンミスター3の後方機器と防御武装を備えた数機のシャクルトンミスター2、9機ほど、シャクルトンミスター3洋上昇回対感染機型、膠着装置をおン式から首車輪式へ変更、翼端造装を装着、33機製造され、内8機が南アフリカ共和国へ輸出。 シャクルトンミスター3フェーズにシャクルトンミスター3に離陸補助のためのアームストロングシドレーバイパーターボジェットエンジンを2機装着した型。シャクルトンミスター4新しい洋上消火機型の計画。製造されず。シャクルトン a に早期警戒機元フェアリーガネット早期警戒機のレーダーを流用してミスター2を改装。シャクルトン T4 後方訓練機への改装型。 郵便物を投下する、シャクルトン機種に装備した2門の 20mm、イスパの水ザ機関砲南アフリカイギリスデータフロム、サイテーションニーデッド客中参考文献。ありがとうございます。